Cチャンネルクリッパーの市木美里です。今日は簡単な前髪アレンジの方法をお伝えします。まずは前髪を適量を取って根元にこのワックスを練り込んでいきます。そうしたらこう持って2つに割ります。これをねじっていきます。こんな感じです。ねじった最後の部分をピンで留めます。反対側からももう一本ピンで留めておきます。ねじりの部分をちょこっと立ち上げます。こんな感じで完成です。